じゃ、こんにちは、ゆたかさん。なんだよ、こんにちは。こんにちは、はいはい、ゆたかさん。まあ、DNA クライマックスシリーズはもう決まってるんですけれども、はい、 そうだね、それはやったなんですけれども、はい、なんと佐野選手が骨折発覚ということで、はい、まあ、そうだな、はい、これ9月30日のヤクルト戦でスイングした時に右手首に違和感を覚えて、うん、はい、病院で検査を受けてこの日に結果が判明したということで、右有効骨骨折と、はい、最初は分かんなかったんだよね、発表は。なんか手首の違和感とかなんとかって言ってたんだけど、そうなんです、これ、まあ、日にちをちょっと経ってから分かったそうだね、はい、我々はそれに解説してたよ、これゆたさん見てました、この写真。見てた。で、佐野変わるんだと思って、はい、こうバックを担いでチェンジの時に、はい、外野からこうロッカールームに向かったんだけど、はい、あ、これ体調不良なのかなと思ったんだよ、うん、荷物も持ってるしね、はい、で筋肉系の怪我じゃないなと思ったんだよ、うん、そしたら骨折してたの。骨折でスイングした際にっていうことで手首を、うん、今シーズンはもう無理ということなので、うん、となってくるとクライマックスシリーズは佐野選手なしで戦う、まあ、太田で行くよな、まあ、今代わりにそうですね、はい、太田選手入ってますね。で太田がね状態いいんだよ。いいですね。いやいや、そうそう、はい、守備力から考えると佐野と太田だったらもう太田の方が断然、肩も含めて、はい、守備範囲も含めてうまいからね、うん、ただバッティングがこうどうなのかなって言ったら、幸いなことに太田は調子がいいんだよ。そうなんですよね、変わってから右へ左へ自由自在だから今すごいですよね。いやいや本当に、だからまあだからといってこの状態を維持できるかっていうとその保証はないしね、はい、佐野のフルスイングだとかもうそういうのが消えるっていうことはさ、ちょっと寂しいなと思うし、はい、不安な部分もあるけども、太田も負けず振るからね、うん、そうですね振るし当たってるのでそうそう、それと三浦監督がちょっと CS に向けて試してるのがやっぱ足っていうことを試してるんだよ、はい、で1番林を使って2番関根とか使ってるんだけど、で、まあ、3番太田ね、はい、この3人っていうのは結構足が動くんだよ、うん、はい、だから割と構想的にはハマるのかなっていう感じがする。おー、もちろん怪我で出られないっていうのは不幸なことなんですけれども、もちろんもちろん、まあ、不幸中の幸いではないですけど、うん、その太田選手が足が使えてなおかつまあ守備範囲が広いっていうところですよね。そうそうそう、うん、まあ、走力もあるからね、はい、構想的にはそんなに崩れるっていうことではない。あ、ただ佐野はキャプテンやってるでしょ。そうなんですよ、だからリーダーを失うっていうことはさ、うん、ちょっとやっぱりチームにとってはマイナスなのかなっていうような気はするけどね、はい、だけど戦力的に考えると、まあ、そんなに遜色なく今やってくれてるから、はい、だからまあそこら辺は一つの安心感はある、うんうん、まあ、佐野の怪我は痛いと思うよ。そうです、痛いけども、だけど太田がじゃあダメダメかって言ったら絶好調でしょみたいな、うん、だからこの調子を維持してくれれば逆にいいぐらいの、まあ、足とかいろんな守備とかね、はい、考えるといいぐらいの感じだよ。そうですよね、うん、で打順にしても今ちょうどまあ佐野選手が抜けてるので3番で、シーズン中1番打ったりとかしたこともあったと思うんですけど、豊さん的にはこの 1,2,3 だとどこに入れるのが太田選手っていうのは一番しっくりくる打順になるんですか。いや、それはね、3番が空いたからやっぱり3番だよね、太田はね。でも太田の持ってる破壊力だとかそういうことを考えると全然3番っていうのはありだよ。ありですか、うんうん、むしろ 1番も、あ、太田は1番を出すと勢いつけるからな、なんかこんなはしごがいるんじゃないかっていうようなボールまで打って出るからね。いや、すごい気合いですよ、ね、お前ボール振りすぎだよってこの前言ったら、あ、そうなんですね、振っちゃうんですよみたいなまあでもその勢いが、はい、まあ、チームに勢いをつけたりとかもするし、はい、だけど3番打たしたらタイムリー打ったりとかね、まあ、いろいろしてくれるから勝負強いしね、はい、今のところはその遜色なく、うん、佐野が抜けた穴をきっちり埋めてくれてるというね、うん、心強いよ。佐野選手とやっぱりその太田選手ってタイプって全然全く違いますか。佐野が今シーズンはあまり良くないんだよ、2割6分台なんだよね、打率がずっと、うん、これはファーストをやらしたりだとかレフトをやらしたりっていうこの守備の変化が打撃の向上にこう待ったをかけるみたいな形になっちゃったんだけどね、今年の成績を見ると、まあ、そんなに遜色はないって、
でも佐野は本来3割を打ってその出塁率でも結構高いというかね、はい、そういうことを保持してくれる選手だけにね、うん、まあ、大谷3割はじゃあ打てるかというと、まあ、打って2割8分かなっていう。でも勝負強さっていうことを考えると、まあ、遜色ないし、うん、いないのは痛い、戦力はあれだけの戦力がいなくなるっていうのは痛いけど、うん、まあ、太田で大丈夫っていうふうには思ってると思う。ここから、まあ、広島とまず戦います、うん、で、まあ、そこに勝てばもちろん阪神と戦うことになるんですけれども、広島阪神から見てそのバッター太田大志選手っていうのはどういうふうに映るものなんですかね。うん、まあ、佐野も甲子園でホームランは打てるけども、はい、でもより右で大砲が来るとやっぱり嫌なんじゃない、やっぱり一発考えなきゃいけなくなるから、はい、まあ、それとやっぱり伊藤将司だとか、まあ、左のいいピッチャーいるよね、抑えセットアッパーでも岩佐だ岩崎っていうのが来ると左左になるし、まあ、それ考えると、まあ、右をあそこに置いとくっていうのは左左だからさ、ああ一にああ林、関根が左左、まあ、ここら辺は桑原を使ったり左の時はいろいろ変化を持たすと思うんだけども、でも3番に佐野というよりも右を置いとく方がやっぱ相手からするとちょっと嫌だよね。あで桐敷とかさ、はい、及川とか島本、はい、とか左に優秀なピッチャーって多いから、うん、だからここら辺で3番に右を置いとくと左が3枚並ばないじゃない、はい、だからそこら辺ではいいのかなと思ってしまう。あだ、まあ、もうねポジティブに考えるしかない。そうですね、あのね怪我人がおい痛いぞおいどうすんだ頭痛いこれは戦えんのでじゃなくて、まあ、太田がしっかりやってくれると思うよ俺は。そうですね、うん、あとそういうあの太田大選手 の, あのなんかこう周りを引き込むようなあの勢いっていうのも、そうそう、相手からするとやっぱり嫌かなとか、うん、ピンチの時に太田大選手来られると嫌かなとか。だから太田なんてね、うん、コンプラとかパハラとか関係ないよいやあの子は大志お前当たってても出てこいって言ったら、うん、ありましたよとか言ってガーン当たって出ていくよガッツポーズしながら、ね、いやそのぐらいあのファイトがある子だから、うんうん、はい、だから俺は期待してるすごく。そうですよね、プラスもうここで得点してっていうすごいこのプレッシャーかかる時でも、うん、なんかそれ跳ねのけて俺がやってやるっていうでね、うん、あいつはねコツ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 やってる練習を、うん、木浪とダブルぐらい、いやコツ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 本当にやってるからあの子は、うん、バッティングのことに関して、うん、だからこういう時に太田お前が頼りだよって言った時には必ずやってくれる子だ。そうなんですね、うん、俺はそう信じてるけどね、うん、あれこれシーズン中の後半でヒーローインタビューで太田大志選手が出た時にあのファンの方にもうケツを叩きに応援しに来てくださいっていう風にケツを叩いてくださいっておっしゃってたのが、自分が DeNA をこう引っ張って選手たちを若手をっていう、なんかそういうこうなんかね気持ちを感じたので、いや気持ちのある子だから、うん、行き過ぎて変になるからそれからちょっとおかしいんじゃないかお前みたいなところはあるぐらい の, あの選手なんだ。ね、あだから俺はすごく、まあ、佐野の故障でね、はい、大谷に出番が回ってきたけども、うん、これは大谷のチャンスだと思うし、そうです、ね、まあ、大谷がやってくれると思ってるし、ね、うん、でも大谷がダメでも桑原がいるし、あ桑原先生、うん、そうですよ、いや同じようなタイプだちょっとだいぶ小柄だけどな桑原先生の方がね、もう桑原でもいいか当たっててもブザーンとかってバーンって当たってバク転しながら行くよそんなにあ多分あいつバク転はできないちょっとできなくない、でもタイマー似てますね、もう敬礼して出てくるそうですよね、いや本当本当佐野はね残念だけどね、はい、まあ、残念だけどカバーできる選手はいるし必ずカバーしてくれるよ。そうですね、あだからまあそんなに心配では俺はない、うん、いやだから DeNA のファンの方も今その言葉を聞いてあよかったっていうふうに多分思ってる方多いと思うんですよ。そうだよ、大丈夫大丈夫、クライマックス、確かにああいう大事な試合ってさ何が大切かっていうとピッチャーが大切だよやっぱまずはね、はい、これが東がいる、うん、大貫がまだ癖ある、ね、やってましたね、で今永がいる、はい、で浜口立ち上がり 1,2 回を抑えたらハマっていくみたいな、はい、まあ、石田がちょっと心配だけどね、はい、でも中継ぎも割とこう揃ってきてるし、あとパワーがね、もしかしたら間に合うかもしれない、
あれはファイナルでしょ。ファイナルか。もうクライマックスシリーズは、はい、ファーストステージは、はい、まあ、東、はい、大抜きでいくかもかな。あ、この2人で、うん、3戦目に突入したら今永、はい、今永、うん、ファイナルステージはバウアーで中4日とか中3日で回すよ。やりそうですね。やりそうだよ、あいつ休んでたもん。やる気満々だから、鼻息ボーンみたいな。確かにそうですね。いや本当だから、まあそんなに心配はないし、うんうんうん、ただ広島とは今年ねあまり相性が良くないんで、はい、数字を出してきて、で広島も相当ねやっぱ最後の負けっていうのは大瀬良の先発に立て、はい、床田、はい、床田がスリーラン打たれたりとか、だから総力戦で行きながら負けたっていうのは相当悔しいと思うしね、はい、その思いをやっぱ DeNA にぶつけてくるだろうし、はい、ね、まあそれは楽しみだな。そうですね、美濃監督もね途中でね太田を使い出したんだよね、はい、あ、だからこれはやっぱ当たってたよね、うん、行きましたね今ここで。そうそう、それとやっぱそのノーアウト満塁でさ、はい、もうパーンとあの若手に変えて、うん、ピシャーンとその回を抑えて、はい、勝ちに結びつけたっていう、だから若手もにも自信をつけさせてるしさ、はい、だからここら辺はやっぱこうやるやないかいみたいな、うんうん、あ、感じだったけどね、もう俺ら見てたらドキドキするよ、ね、心臓が持たないですよ大丈夫かみたいなでもまあ1年間ずっとね、はい、見て、でもああいう修羅場をくぐらしたっていうのは、うん、まあ、大きな一つの戦力が育ったということだよね。そうですね、あ、まあ、クライマックスどうなるかわからないけど、はい、まあ、楽しみだな。楽しみです、はい。